ナギの部屋、あんなにたくさん物があったのにガランとしちまって、お前が捨てられなくて泣いてたの俺たちのことだったんだな。王子様か。王子様、いっぱいどついちまったよ。だって俺たちの前ではただの友達思いのアニメ好きだったもん。俺たちのメンバーだったもん。なあナギ、俺お前に会ったら戻ってきてくれって言っちまう。お前がいないと困るって言っちまう。いないと嫌だって、どうしても嫌だって。それってお前のことをもっと困らせることになるのか。俺ゼロに会えなくてもいいよ。ずっと人気が出なくたっていい。だけどお前のことだけは、俺たち7人のアイドリッシュセブンのことだけは諦めたくないよ。諦めらんないよ。玉木、どうした？昨日遅かったから夕飯前に寝ておくんじゃなかったの？怖い夢見た。ナギッチがクジラに食われて助けようとしたんだけど、ナギッチに私のことは諦めてくださいって言われて、困ってるうちに飲み込まれちゃった。玉木、俺助けらんなかった。助けられるよりっくん。絶対に助けられるよ。だって俺たち諦めないだろ。ナギのこと諦めたくない。無茶言ってんのは分かってる。相手はよく分かんねえけど、王室だし国だし、俺らはアイドルとはいえ庶民だし。だけどナギと直接話すまでは諦めらんない。俺もあいつらも絶対諦めらんない。あいつ頭いいところもあったけど、基本的にガキだったからさ、今めっちゃ寂しがってんだ。絶対俺たちに会いたがってる。あいつ話すつもりだったんだよ、俺たちに。俺たちを信用してんだ、一緒にいるつもりだったんだよ。だから絶対諦めらんない。そうですよ、私たちは諦めません。イオリン、そうちゃん。ごめんね、話が聞こえたんだ。ナギ君に辛い選択は迫りたくない。大事な仲間だからこそだ。だけど、でも、みんなが諦めないでいてくれたから、僕の背中を押してくれたから、僕はここにいるんだ。それに言ったでしょ、集合写真を撮るときに。どんなことにも解決する方法はあるって。イオリ、もう一度7人の、いえ8人の写真を撮りましょう。私たちのそばで笑っているロクヤさんの写真を、何回でも。そうだよ、俺が放っておいてくれって言ってもしつこく話を聞こうとしてくれた。お前だって諦めないでいてくれたじゃんか。そうだよなナギ、だから待ってろ、必ず会いに行ってやる。お前を迎えに行ってやる。たとえお前が諦めようとしてたとしても、俺は絶対に諦めないでいるからな。ずっと、一生、死ぬまでだ。魔法使いじゃなくったって、魔法よりもすごいこと
起こしてみせるよ。よし、じゃあタマの提案に乗っかろう。ナギが帰ってこれないなら俺たちが行って助けてやればいい。ハイテク国だけど王子様だけど、どうなるかは分かんないけど、でも逆に考えれば国レベルが動かないと俺らには解散の危機がないってことじゃん。それってすごくない？な、すごいよな。普通ないよ、こんなに信用できる奴ら、こんなに居心地のいい奴らに出会えた。俺たちはすごいんだ。ナギもリクもイチもミツもソウもタマも、みんなかけがえのない仲間だよ。だってアイドリッシュセブンだもん。マネージャーがつけた名前だもんな。誰かが欠けたらダメなんだよ。俺たち7人で完璧じゃなきゃ、7人でいる俺たちを諦めちゃダメだよ。マネージャー、お、ヤマさん、タマ、リク、ミツモ、今みんなを探してたんだ。俺、ナギがいなきゃ嫌だ。俺たちも話してたんだ。どんな事情があったとしても7人のアイドリッシュセブンを諦めたくない。何か方法を探そう。ナギ君ともう一度一緒に歌うために。アイドリッシュセブンが終わるのも6人のアイドリッシュセブンになるのもお断りです。だとしたら私たちが動くしかない。マネージャー、はい。どうぞ。どうぞ。その通りだね。あ、すごい資料だな。これは何の書類？マネージャー、何このスケジュール表。すごい複雑だな。いろんな取材や番組の企画が交差して。ノースメイヤで？ナギッチに会いに行けんの？なんとかって、なんとかできるものなんですか？マネージャー、そうだよな。絶対に俺たちに会いたがってるよな。俺たちと歌ってたいってナギだって今も思ってくれてるよな。
すげえかっこいい。俺も守る。やってやろうぜ。そうだね、取り戻そう7人のアイドリッシュセブンを。信じよう、ナギのこと。俺たちに話すって言ってくれた。俺たちが好きだって言ってたナギのこと。この7日間で全部解決して、その先にはハッピーエンドがあるってこと。おう、マネージャーありがとう。スケジュール調整してくれて、ナギに会いに行く未来を作ってくれて。マネージャーが苦労して作ってくれたこの7日間、絶対に無駄にしない。なあ、行くときは6人でも7人で帰ってこようぜ。そうだな、7人で帰ってこよう。うん、ナギ君も一緒に。いや、すげえ嬉しい。夢の通りになんなかった。俺、ナギッチ助けられる。夢？何の話ですか？抱きつかないでくださいよ。俺たち7人ならクジラにも勝てるってこと。俺が先にメッゾとリク君を連れて行きます。イオリ君、ミツキ君、ヤマト君は後からマネージャーと。ノースメイヤは寒いから、リク君は一度主治医の先生に相談しておいた方がいいかもしれないね。わかりました。あったかくしてこうな。ロクヤさんについて外部への情報の開示は？ファンのみんなを心配させてしまうけど、インフルエンザをこじらせたということにしようかと思ってるよ。公式で声明を出す予定はない。関係者にはそういう形で説明するってことで。情報が漏れないように気をつけよう。スキャンダルが得意なつくもが何するかわからない。メンバー脱退なんて記事、ファンの子が一番動揺する。そうですね、脱退なんて嘘でも言われたくない。ノースメイヤについても調べておこう。ナギ君から話は聞いていたけど、政治事情とか治安とか文化的なことも詳しく。ノースメイヤの言葉が分かる人がいるのは心強いな。ノースメイヤの事情が分かるのも。はい。こんばんは。パーソナリティのアイドリッシュセブン、七瀬陸です。ナギへのお見舞いのメールありがとう。すごくたくさん届いたんだよ。ナギ愛されてるな。今日はナギがお休みなので一人で喋るのかなって思ってたんだけど、すごいゲストが来てくれました。すごいゲストっていうか、なんかもう腕時計叩いて仕切ってくるんだけど。何、もう出たいの？こんばんは、アイドリッシュセブンの泉伊織です。紹介してから出てこいよ。あなたが遅いからでしょ。私がここにいる限り有料進行しますから。それでは最初のコーナー。待ってよ、俺仕切れるってば。今日の特派員、俺とナギの予定だったんだけど、ナギがあれなんで急遽この人に来てもらいました。こんばんは、マイエンジェル、みんなのお兄さんだよ。微妙にキャラ寄せるのやめろ。だってこのコーナーそういうコーナーだって聞いてるよ。どういうコーナーだよ。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。俺も会いたい。お兄さんも会いたい。俺とイオリでダブル主演のドラマ？詳しい内容は？
狼少年と少年探偵、どっちが狼少年でどっちが少年探偵だろう。私が探偵に決まっているでしょ。キャスティングにアドバイスして差し上げたらいかがですか。この人が探偵だったら事件解決できませんよ。できるってば。でも探偵でも狼少年でも楽しそう。すごく自信があるわけじゃないけど、イオリと一緒に主演なら緊張もプレッシャーも半分だし。勝手に分けてこないでくださいよ。でもまあ、あなたの面倒くらい見て差し上げます。これは大きなチャンスですから。主題歌はアイドリッシュセブンですか。そっか、ナギが戻ってくるまで新曲歌えないんだもんな。その新曲の MV を撮りにノースメイヤに行くんです。ロクヤさんはきっと大変になりますよ。すぐに覚えてもらわないといけないので。そうだな、ナギびっくりするだろうけどきっと喜んでくれると思う。ノースメイヤで歌う俺たちの新曲。構いません、いいですよね七瀬さん。うん、よりどっちが探偵か賭けしよう。絶対私が探偵に決まってますよ。ホホン、オッケーステイ、あとは名探偵の俺に任せろ。ただいま。お、二人で何やってるの。今度イオリと一緒にやることになったドラマの本読み。絶対私が探偵だと思ったのに。最近大坂さん遅いですね。仕事の後にどこかに寄られてるんですか。ああ、はっきり言わないけどどっかスタジオこもってるみたいだ。スタジオ、きっと作曲してるんだよ。総吾さんの曲楽しみだな。早くナギにも教えてあげたい。うん、ギターでメロディーの流れを作ってピアノでニュアンスを入れていった方が僕には合ってる気がするな。歌を作ろう、歌を作りたい。どんなに拙くても。おじさんのことを打ち明けた時ナギ君は言ってくれた。音楽は人を幸せにする魔法。とても素敵で美しいもの。おじさんの気持ちを僕が受け継いだ、心温まる優しいストーリーだって。君とさくらさんの物語だって、同じだよって伝えたい。怖くて、自信がなくて、恥ずかしくて。それなのに大事で、外に出すことさえ迷うものを。勇気を出して自分の外側にさらすよ。だって僕らは王子様を助けるんだ。勇敢じゃなくっちゃね。できた気がするけど、みんなに聞いてもらう。でも少し時間を置いて、おかしいところがないかチェックしてからにしよう。明日、あ、いや、あさって。なあ、そうちゃん。ん？何やってんの？玉木君、ドアを開けるときはのっけくらい。このパソコンの画面、何？レコーディングスタジオで見るやつと似てる。曲作ってたの。あ、すげえじゃん、もうできた。うん、いや、まだ途中。ナギ君がいなくなってなんかじっとしていられなくて、何かできることはないかなって。曲作りなんて
全然関係ないんだけど。でもわかるよ。俺もなんかこううまく言えないけど、腹の中ずっとそわそわしてる。そわそわとは違うかな。なんかしなきゃって、お願いしますってお祈りみたいなもん。強くなりたいとか、うまくいくようにとか、手のひらギュッと握りしめる感じ。そうだね。そうちゃんはそういうのを曲にできんのすげえな。羨ましい。そう?うん。でもまだ曲なんて言えないものだよ。ただ好きな音を並べただけっていうか。ちょっと玉木くん、前置き長えよ。聞いていい?このヘッドホン。待って。どう?いいじゃん、すげえ。本当?嘘つかねえって。これ、こっちの音、俺が歌う?うん、そういうイメージ。いいじゃん。よかった。ナギッチも聞いたら喜ぶよ。そうちゃんが曲作りたいって言った時さ、ナギッチ、いいニュースだって言ってた。また、いいニュースだって言うよ、きっと。うん。だったら嬉しいな。玉木くんが言った通りかもしれない。この気持ちは祈りで、この曲も祈りなんだ。一番星を見て願い事を口にするみたいに。子供の頃そんなことをしたことはないんだけど、初めてそんな気持ちになったよ。歌っていい?まだ歌詞はないよ。いいよ、あんたも歌って。わかった。なんだよ、いや違う。ドキドキする。胸が苦しいくらい、泣きたくなるくらい、走り出しそうになるくらいドキドキする。じゃあ、あんたこの歌好きなんだよ。トリガーとかリバーレとかダグラスとかの前でもあんたそうなるもん。あんたの好きな歌作れてよかったな。ほら歌おう。お、相互と玉木が向かってる。メッツの新曲かな、聞いたことない。いい歌だな。何かに憧れながら走るような切ない焦燥感があって。そうですね。大切なものを失わないように願い続けている。今の私たちなのです。俺たちは一人じゃないよって訴えかけられてるみたいだ。早くナギに会いに行ってあげたい。すげえいい。早く完成したやつ歌いたい。ありがとう。頑張るよ。僕はこの歌が好きだ。いびつでも不出来でも僕の好きなものを形にできてよかった。頑張ったな、そうちゃん、偉い。ありがとう。寒くなってきたね。ノースメイヤはもっと寒いのかな。ナギ君が少しでもナギ君の好きなものに囲まれてるといいけど。すみません、注文いいですか。
注文いいですか？あそこのポスター、セレモニー、あまりノースメイヤの言葉話せないんです。コーヒーとハーブティー一つずつ。ありがとうございます。ヴァルシノワ城セレモニー、それを見に来たのかな。九条さん、お待たせしました。変えた？どうにかガイドブック通りに喋ったら通じました。はい、コーヒーです。ありがとう。ノースメイヤで見たいものがあるって言ってましたけど、あのポスターにあるセレモニーのことですか？ヴァルシノワ盛大祝典？違うよ、オーロラを見に来たんだ。オーロラ、私も見てみたいです。じゃあ今回はレッスンや勉強じゃなくて観光旅行なんですね。九条さんと二人で旅行できるなんてすごく嬉しいです。キッチンがあったら手料理作りますね。オーロラが好き？好きです。どうして？どうして？綺麗だけどすぐに消えてしまってあまり見られないものだから。そうか。九条さん、昔からゼロが見たがっていたんだ。僕も見てみたくなってね。大丈夫ですか？この前から元気がありませんけど。昇進旅行なんですか？そうなのかも。誰かに振られたんですか？いや、女性関係ではないけれど。任せてください。オーロラを見て、旅行を満喫して、いっぱい楽しんで、九条さんを元気にさせます。私もアイドルの卵ですから。ありがとう。綺麗だけれど。すぐに消えてしまうもの、そう知りながら僕らは夢中になって、夢中になるほど約束させたがる。永遠を、永遠を、僕は君に夢見ていたよ、ゼロ。ありがとうございます。やはりマダムの入れてくれた紅茶は世界で一番おいしいですね。あなたの美しい笑顔のように私の心を幸福で満たしてくれます。光栄です。ではマダム、こっそり私を盗み出してみませんか？ヴァルハルト殿下。ヴァルハルト殿下、そろそろ口を聞いていただけませんか？お前に言いたいことは一つだけ。一生恨む。ランバルト殿下にお会いになられた方がよろしいかと。あの方の性格上、ヴァルハルト殿下をお招きにはなりません。ヴァルハルト殿下の方から帰国のご報告と今後についての話し合いを。ハルキの居場所を彼が教えるまで会うつもりはない。大体なぜ私を殿下と呼ぶ？私はすでに王室の人間ではない。
兄上の好きにやれるように、すべての権利を手放して日本へ行った。なのに、なぜ今さらノースメイヤに連れ戻す？すべてうまくいかなかったからです。本当はバル、ナギさんに助けてほしいのです。暗号を仕込んで、人質を取って、連れ去ってか。礼儀正しいやり方だな。ノースメイヤの未来のためです、殿下。こんな風に黙って、日本を立ち去ることになってしまって、すべて話すつもりでいたのに、絶対に、皆に嫌われてしまった。皆とは？アイドリッシュセブンの皆だ。私の友人だ。まあ、そうかもしれませんが、元気を出して。私は嫌われてなどいないし、お前は今すぐ部屋から出て行きなさい。ご自分でおっしゃったのに。そうだ、殿下のお部屋から回収したおもちゃでも見て、気分を変えられてはいかがですか？私に耐え難いトラウマを植え付けた。お前たちの世界一最悪な梱包技術の話はしないでくれ。申し訳ありません。急いでおりましたので。取れた人形の腕なら、宮廷職人たちがただいま何とか溶接。もういい。もう黙ってくれ。頼むからこの部屋から出て行ってくれ。扉はあそこだ。さあ、どうぞ。殿下。期間限定コラボカフェのランダムコースター配布も今週開始なのに、通常登場しないレアキャラも出ていたのに。どうか、ランバルト殿下に面会の申し込みを。長くお待たせするほど、機嫌を損ねられます。あなたを従わせるという目的を忘れて、日本人ピアニストの治療をやめさせるかもしれませんよ。一生の頼みがある。一生を恨むとおっしゃったのに。撤回する。ハルキを探し出してくれ。お前にならできるはずだ。どうか、頼む。お断りします。なぜ？ランバルト殿下の手段には賛成できませんが、私も同じ気持ちだからです。殿下は、ノースメイヤの国政に参加されるべきだ。日本での出来事は、真夏の夜の夢だと思って忘れてください。サルバルド。はい。撤回を撤回する。お前を一生恨む。そして、兄上にアポイントを。ランバルト殿下にお会いになられますか？それしか、方法はないのだろう。お久しぶりです、兄上。春になるかと思ったよ。お前が来るのを待っている間に。ご挨拶が遅れて申し訳。踊ってごらん。日本では楽しんでいたんだろう。歌ってごらん、バルハルト。兄上。私には見せてくれないのか。残念だな。バルハルトは多くの才能にあふれた子だ。だが、その才能を見つけて支援する者がいなければ、ノースメイヤの人気者にはなれなかった。立場の弱い、無力で頼りないお前を支援し、貢献する者がいたからこそ、今のお前の栄光がある。違うか？兄上のおっしゃる通りです。すべて、兄上のおかげです。ですからどうか、ハルキの居場所を。私は弱くて哀れな才能がある者たちに手を差し伸べてあげるのが好きだ。波乱と無縁の私に波乱を感じさせてくれる。立場上、失敗や冒険のできない私の代わりに
私が貢献する弱く才能のある者たちが冒険に満ちた人生を歩み、きらびやかな夢をつかむ。お前もその一人だった、バルハルト。だが、支援してやった者が勝手に私の手の内を離れていくのも、私への感謝を忘れていくのも好きではないな。私の貢献を無視して楽しそうにパレードをしている者たちには落とし穴を用意したくなるんだ。日の光が届かない深い穴を。感謝しています、兄上。今の私がいるのは全て兄上のおかげです。これからもどうか兄上の愛で私を導いてください。いい子だ。おかえり、バルハルト。